ご機嫌よろしゅうございます。チャンネルで世の中ハッピーに松村宗亮でございます。よろしくお願いいたします。どうですか最近は。いきなりですね。最近ですか。はい。もうありがたいことに忙しくさせて。いいことじゃないですか。忙しいのね。でもまあ忙しくないことって現代においてはなかなかないですよね。まあ仕事に限らないですからね。そうですよね。このなかなか現代社会においてやることがたくさんありますよね。うん、お仕事してる人でもそうでない方でもね、もう年代によっても様々、子供なんかも忙しいですしね。うん、大人はもちろん、そしてご年配になられてもね、忙しい日々を送られているかと思いますけれども。いえいえ、私なんかはね、大したことないんですけども、電車なんか乗ってみても、昔はね、こう新聞読んだり本読んだりですけど、皆さんなんかもう忙しそうにやっぱ携帯見たり。なんかもうちょっと覗いてみてなんか忙しそうにゲームしてみたりとかね、はい、なかなか休む暇がなかったりですとか、あとはまあ世界のさまざまな国と比べてみると日本の人たちの睡眠時間がとても短いとかね、ニュースになってますよね。なってますよね。なんでこんなにまあ睡眠時間削ってまでお忙しいのかと確かにそういったね、まあ、悩みというかね、この現状に対して少しね、ヒントがあるような、まあ、いわゆるお茶における茶がけと言われている前後ですよね。後ろにかかっている前後、お茶室に入るため前後がかかっていることがありまして、その中の、ね、メッセージ、まあ、いいことが書いてあるんだろうけれども、その中身は一体何と聞かれるとなかなかね、その解釈って難しいところを、いわゆる前後の一般的な解釈と、そしてそれがまた私なりの解釈を加えて現代生活にどのように生かせるかということを少しね、ご説明していきたいと思いますので、最後までね、ぜひご視聴いただければと思います。よろしくお願いいたします。本日ご紹介いたします前後がこちらですね。独座大雄峰。独座大雄峰。なんかね、音的にもなんか堂々とした感じですけどね。かっこいい感じですね。そう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 。いわゆる前後には本来時期などはないんですけれども、まあ一般的にこう夏とかにかかることが多いかなという感じで、まあとてもね、有名な前後の言葉でして、もしかしたらね、お茶されてる方はどっかね、お見かけしたことあるかもしれないんですけども。はい、これはですね、百丈禅師という方がおっしゃった言葉というふうに言われているんですね。はい、あるお弟子さんがですね、百丈禅師さんのお弟子さんが、まあ、この世で一番素晴らしいことは一体何なんですかという、もう超ダイレクトな質問をされたんですよね。もしかしたらある人はね、たくさんお金があったら自分がやることができるかもしれない、もしくはね、この現世で生きてる限り後世に名前を残すようなね、名誉あるようなね、ことはするっていうのが、もしかしたら人生でもしかしたら大事なことかもしれない、まあ、そのような質問に対してね、一般的に人はどのように答えるか、まあ思いつくのがどうですかね。例えばちょっとやらしいですけど、お金が、まあそうですよね。お金があったらもう、まあ目的がありますからね、自分のしたいことができるかもしれない、それからね、まあ、自分のことでも人様のためにとってもね、大事なことかもしれないですよね。まあ結果的にね、なんか皆さんにこういいことをすることによって銅像を立てたくなるようなね、まあ、名誉っていうのかな、そういう後世に名前が残るようなことをしてみたいとかね、いろいろ考えはあるかと思うんですけれども、百丈禅師が答えたのが「独座大雄峰」って言ったと、まあ、答えたということですよね。この百丈禅師という方はもうとにかく座禅をする方だったと。で、大雄峰っていうのはその百丈禅師が座っていた山のことを指してるんですよね。で、独座っていうのは、まあ、字の通り一人座りなんですけども、まあ、ドカッと座ってると。で、イメージしていただきたいのは大きな結構ね、険しい山だったようなんですけども、険しい山の上に、まあ、ドカッと座ること、かっこいいな、はい、これが、まあ、世の中で、一番尊いことだというふうに答えたということですよね。私がここに座っているということが一番尊いことだというふうに字面的には捉えられるんですけども、それだとあまりにもなんかちょっとエゴイスティックなね、感じなんですけど、その言葉をどういうふうに捉えるかということなんですよね。まあ一般的な解釈としましては、まあ、今私がこの山の上でドカッと座ってるっていうことって、まあ、考えてみると、まあ、自分のお父さんとお母さんが出会ってさまざまな競争を経て、まあ、私というものが生まれていると。で、さまざまな人の演技があって、経験があって、でたまたま私がここにいるっていうこと自体がとてつもない、奇跡なんじゃないかと。で、まあ、自分のお父さんお母さんをまた遡っていくと、とんでもないこうさまざまな運命の結びつきによって今現在ここにいて、しかもここに座ることができるほど健康状態もあるということですよね。たとえお金があったとしても、たとえ名誉があったとしても、自分が健康で今現状にここに入れるっていうことの方がより重要なんじゃないかということですよね。不健康になってしまったり、今現状がわからないようなね健康状態になってしまったら、そのお金とか名誉とかということさえもね、なかなか難しい、価値というのが減ってきてしまうということですよね。今ここにいるという、普通に考えればそれほど当たり前のようなことの中にさまざまな奇跡があるということを自分の中でしっかりと自覚するということが最も尊いことなんじゃないかというような解釈をされることが多いんですよね。今ね申し上げたことを3つにまとめるとするならば、1つ目が、今ここにいることの尊さということですよね。どうしても人間っていうのは、過去にあんなことしちゃったなとか、今後の不安、自分が老いていったらどうなるのかな、地球社会がどうなっていくのかな、さまざまな不安を過去とか未来とかをね気持ちが行ったり来たりしながら、過ごしていますけども、今現在ここにいて、ここで私が喋れていること、前史にしてみれば山の頂上にいてここで座禅を組めているということ、その瞬間の大切さということをまず説いているということがまず1つ目ですよね。そして2つ目はありのままを受け入れるということですよね。なんか大金持ちになったらあんなことができるとか、例えば社会的にすごいことをしてみたらみんなから称賛をいただくとかね、またもしくはそういう人を見て羨ましいな、それに比べて私は全然みたいなこういうふうに比べてしまうということですよね。ないものを求めてしまっていますし、今現状に対しての否定ということになってしまうということですよね。でそうではなくて、今もしかしたら今日、普通に暮らせていること、例えば家族と一緒に食事ができていること、一人で食事でもいいんですけども、今日一日無事に終わって夜寝れて、気持ちよく朝を迎えられたこと、そういったことを受け入れるということの大切さみたいなことも述べているかもしれません。そして3つ目、これはなかなかね私も難しいとは思うんですけども、悟りの境地ですよね。その悟りという場所がとてつもない特別な場所とか、とてつもない自分の気持ち、っていう遥か遠くにあるようなものなんじゃなくて、日常の何気ない、例えば山を登る、食事をする、掃除をする、座禅を組むっていう彼らにとっての日常の中にこそ、その自分の悟りの境地、今ここの瞬間に生きるということの境地ということに至れるんじゃないかということも一つ表しているかと思います。今ね申し上げたようなこの禅の境地みたいなことはなかなかこの忙しい現代社会において実践していくというのは大変難しいかと思うんですけども、私などでもねやっているようなことでこの精神に通じるようなことはもしかしたらあるかもしれないかと思いましたので、3つほどご提案させていただきたいと思います。1つ目がですね、マインドフルネスの実践ですよね。いろいろさまざまなことが頭の中よぎってしまうと、今日の予定なんだっけとか、昨日あんなこと言っちゃったなとかっていうのが日常生活を送っていると、もうさまざまなことがね頭の中を支配してしまうと思うんですけども、その瞬間って結局は今現状を生きてなくて、自分の脳のね、消費の能力っていうのを低下させてしまうということが言われているんですよね。でその中でマインドフルネスってどういうことかというと、まず自分で実践できるのは、自分の呼吸とかに注力してみると。呼吸って自然活動ではあるんですけども、逆に自分でコントロールもできるっていう不思議なことなんですよね。自分の心臓を速くしたり遅くしたりってできないですよね。でそれに対して呼吸っていうのは自分でコントロールができるということで、今現状に集中していくということをトレーニングしたり一つの方法ですけども、いろいろさまざまなやり方あると思うんですが、そういうことをすることによってその過去とか未来とかっていうことに対してよりも今現在を注力することができる、トレーニングができると。で大事なのは、私も呼吸に注力してみましたけども、全然集中できないんですっていうようなことをよく聞きますし、私もそうなんですけども、結構でもそれでいいらしいんですよね。逆にちょっと雑念入ってるかもと思ったんですけど、それでもいいわけですか？そうそう、雑念入ってるかもって思って、いけないいけないいけない、呼吸に戻んなきゃっていうのが結局筋トレになってるんですよ。なるほど。そう、違う違う違うって思えること自体がちょっとメタな認知になるわけじゃないですか、はい、でも普段だったらその雑念の中で没頭しちゃうんですよね。どん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 、あ、過去のことあんなこと言っちゃった、あんなことやっちゃった、あんなことが心配だ、こんなことが心配だってことの中に入っていっちゃうことによって気持ちっていうのはどんどんこうさまよってしまうんですけども、そのマインドフルネスの呼吸とかを例えばすることによって言っちゃった、あ、いや今こんなこと考えてるんだって思ってまたこうとどまることができるっていうトレーニングになりますので、とてもこう心の現在に集中できるような集中力も保つことができるかもしれませんし、うん、気持ちが落ち着きが得ることができるということですよね。うん、そして、2つ目ですよね、樽を知るということですよね。これもまたなんか難しい。向上心はね、向上心って絶対必要なことだと思うんですけども、より良くしたい、まあ、例えばね自分の生活を良くしたい、社会を良くしたいという向上心は必要かと思うんですけど、また一方でねこう今に対してこう不平不満っていう気持ちばっかりを持ってしまうとやっぱり心っていうのは健全じゃないと思うんですよね。今あることに対してある程度こう充足感を得ていく、もしかしたらそれってもう本当に気持ちの切り替え、視点の問題だけだと思うんですよね。今がもうとにかく大変だって思うことよりかは、今これだけのことができているってところに注目した方が気持ちとしては絶対健全になるわけですよね。うん、まあ、世の中をね改善していくという上で、現状への不平とか不満を改善していくことがより良いことにつながるってことは確かにあることなんですけども、自分の実生活においては不平不満が先に立って絶えず気持ちが暗くなるよりかはね、今現状にあることにこう満足感を少しはね得て暮らした方が必ずは幸せにつながるということですよね。で最後3つ目ですね、自然と触れ合うということですよね。そうなんですよね。なかなか都会にいると自然と触れるというのがなかなか難しいんですけども、太陽は毎日昇って沈んでいますしね、いろいろ風があって当然都会の中でも季節を感じるような、木々であったりお花であったり、香りであったりっていうのがあるかと思いますよね。でそういうことに触れ合うことによって、より感謝の気持ちが湧いてくるというのがありますし、まあ、太陽が昇ることをこう体で感じるとか、うん、まあ、雨は雨なりの、ね、楽しさもありますし、まあ、日本は四季もありますのでね、日々本当に日が刻々と変わっていって。季節の変化を感じることができますので、まあ、独座大 UFO 山の中でねドカーンと頂上まで立つってことはなかなかできないかと思うんですけども、あたかもね当然足は地球に触れてるわけですから、高くても低くても、地球というものを全体的に感じて、自分がいるこの地球の上で生きてる奇跡ということを感じていただくというのも、日常の中でできることかなと思います。そうですよね。まあ、富士山の上にね、まで登ってお茶を立てるみたいなこと、まあ、YouTube でも話しましたけどああいう経験の時っていうのは本当にわあ地球綺麗だなって思ったりもしますし、例えば私好きなこう海行って、サンセットを眺める、毎日日が沈んでるにもかかわらず海に行くとやっぱ太陽が沈んでいくのをゆっくり見てったりするんですよね。でああいう時が特別なんじゃなくて、日常の中にももしかしたら、ちょっとね、携帯をね、見るのをこうやめてですね、あ日が暮れるの早くなったなとか、この時間の夕日ってすごい綺麗だなって思ったりすること自体がこう自然と触れ合う経験につながるかもしれないですよね。悟りということはねなかなか縁遠いことかもしれませんけども、そういったね日々の小さな気づきの見方によって地球とか人生とか自分の見え方というのが変わってくるかもしれませんので、是非ねこの「独座大 UFO」というね、素晴らしい言葉が持つメッセージというのを実生活にも生かしていただければなと思います。はい、このように私のチャンネルでは茶の湯にまつわるさまざまなことをご紹介しておりますので、ここまでねご覧いただきたい皆様には是非ともチャンネルの高評価と、登録のほど何卒よろしくお願いいたします。それではまた次回、はい、お会いしましょう。ありがとうございました。